三鷹市山本雄造記念館に展示されている路傍の一種原稿。断筆した第二部、お月様はなぜ落ちないのかの章の冒頭。路傍の一種は山本雄造の代表的な小説である。1937年に朝日新聞に連載。翌1938年に主婦の共に新編として連載された。しかし、当時の時代背景の影響もあり。 1940年に山本は断筆を決意、最終的には未完に終わった。朝日新聞1937年1月1日から6月18日、改定して、新編路棒の石一1.2部1938年11月から1940年7月、主婦の友中絶、同志8月号、ペンを横領発表した。 東京帝国大学でドイツ語を専攻した山本は、当時ドイツで流行した教養小説の影響を受けてこの作品を書いたと、される。大正期の社会主義と個人主義の対立を背景に据えていることも重要なポイントである。小一の生き様は、山本自身の生い立ちと重なる部分も多いが、本人はそれを否定しており、実際、細部において山本の生き方とは異なる。 近年では、いわゆる機能不全家族との関連で、一部で、再び評価されつつある。戦前、戦後を含め4回にわたり、映画化された。時は、明治時代の中期。尋常小学校6年生の相川五一は、成績優秀で、度胸もあり、担任の教師、次屋に何かと目をかけられていた。しかし、五一の家では、没落氏族の父、 正午がろくに働きもせず三輪の所有権をめぐる裁判や自由民権運動に入れ上げ、母、オレンが封筒張り足建物の内職でようやく生計を立てている状態。成績優秀な五一だが、経済的な事情から旧正中学校への進学は諦めざるを得なかった。それを見かねた近所の書店の主人で、慶應義塾出身の黒川康吉が学費援助を申し出るが、 プライドだけは高く、さらにオレンと安吉の関係を疑う父に、跳ねつけられてしまう。結局、小学校を卒業した小市は、父親の借金の方として、町一番のご福賞、伊勢屋に、デッチ暴行に出される。主人や番頭と対面するなり、小市の名前が読みにくいからと、工女に改名させられた小市は、主人の機嫌を損ねて、辛く当たられ、先輩にいじめられ、 辛い方向生活を送る。伊勢谷の息子は元同級生で劣等生の秋太郎。娘は五一の初恋の人、おきだったが、今では彼を見下げてやはり辛く当たるのだった。劣等生だが、金の力で中学校に進学した秋太郎の陶芸校を五一は恨めしげに眺める。そんな中、母、おれんが生活苦の中、心臓発作で急死母を失ったが、 故郷へのしがらみがなくなった。彼は、東京にいるという父を頼り、伊勢屋から逃亡。上京して、父が住むという本区根津の下宿屋を訪ねるが、そこで待っていたのは、さらなる試練だった。根津の下宿屋に父はおらず、小一は、女主人に、言葉巧みに丸め込まれて止め置かれた挙句、小僧の立場で雑用係としてこき使われる。その挙句、 人質としての価値がなくなったと判断され、下宿屋を追い出されてしまう。途方に暮れていたところで、お供らい、稼ぎの老婆に拾われるが、その手伝いをしていた矢先に、文献見習い募集の張り紙を見つけたことで、右よ曲折ありながらも五一は、印刷工として、念願の文字を扱う仕事につき、次や先生との再会と、彼の尽力で夜学に通う道も開け、 苦労しながらも一人前の文宣行として成長していく。新聞連載時は新たな下宿先の娘をヨネとの恋、その兄との出会い、父との再会等が続き、最終的にゴイチが自身で出版事業を始め、それを軌道に乗せるところまで描いて、第一部が終了。連載当時の現代を舞台にした第二部の執筆を告知したものの、前述の事情もあり、 お月様は、なぜ落ちないのかの章で断筆、未完に終わった。現在刊行されている、土坊の石は、作者曰く最も霧が良いとの理由で、次谷先生の章で終わっているものが多い。口述の新調文庫は、新編の方を作者によるペンを折るまで収録。その後新聞連載版を、付録として第一部最後まで収録しているが、登場人物の名前や地名など、 新編で変えられた固有名詞はそのままになっている。内の名前は朝日新聞連載時のもの。主人公。1938年公開。日活制作。この作品は文部省推薦映画の第1号に指定されており、キネマ巡報ベスト展では1938年度の第2位に入っている。キャストスタッフ1955年公開。松竹大船制作。 配給。キャストスタッフ1960年5月15日、公開。制作は、東京映画、配給は東宝。平営は、選ぶの海、オランウータンの知恵。キャストスタッフ1964年6月14日、公開。制作は東映。平営は、おふくろと、狼少年剣、月夜の出来事。キャストスタッフ1966年に、 NHK で連続ドラマとして放送された。放送時間は毎週火曜18時18時25分。出演は、花森つねお、富田幸太郎ら。1986年、日本テレビの青春アニメ全集の枠でアニメ化された。前編、中学志望、後編、辛い日々の庭からなる。声の出演は、鳥海勝美、池田周一、胸方智子。 小磯勝やら。ただし、お絹と違い、秋太郎の方は、小一が、奉公のため伊勢屋に姿を見せた際には、あ、小一ちゃんだと、嬉しそうに言っており、番頭にも大友達ではなくただの奉公人なのだからと、ご女と呼ぶことを強要されて、しぶしぶ言う通りにするという経緯があり、その後も、ご女と呼ぶ際には気兼ねしている節があった。また、後に、小一が、 自分の勉強の相手をすることになった際、女中が自分のために持ってくるお菓子を五一にも分けてくれたりもした。1938年版の映画も同様と思われるが、本校では新潮文庫版の付録で明確に確認できる人物のみとした。上田正明、津田秀夫、長原慶二、藤井翔一、藤原明、コンサイス日本人名事典第5版 株式会社さん制度2009年1ページありがとうございます。